ハノンってもううち寝ちゃったし、なんか、死んだ？大丈夫なのかな。ねえ、どうしよう、ハナの友達。なんかさ、多分寝る時間でさ、なんか寝てるんだけど、なんかドクロが浮いてる。やばい。ありがとうございます。ちなみにハナの友達こちら。だって今日も私は新しいリップ買ったんですよね。ちょっとつけてみようと思います。なんか、あ、病気だって。病気なんで詳しいの。私が今日買ったリップはこちら。死んでるの？わかんないんだけどさ。でも確かにさっきまでちょっとなんかね、音なしにしてるのね。音なしにしてたら全然気づいてなくて。これ色ついてんのかな。あ、ついたか。なんかね、私あの劇場にリップとかなんかいろいろそのメイク直しに使うのを入れたポーチを全部あの劇場に置いてきちゃって、今日メイク本当に全然できてないんですよね。なんかさ、マジでいろいろ話すことあるよね、本当に。そう、昨日まず生誕だったしね。あ、そこご飯に取ってきてもらってる今日。夢の階段登ってます。生誕おもろかったですか？そんな面白かったですか？ボロ泣きでした。なんかマジいろいろありすぎてさ。生誕は楽しかったです。とってもありがとうございました。本当に濃い1週間。感動しましたか？よかったです。なんかでもなんかさ、すごくなんかみんな優しいなって思ったのが、全然なんていうの、なんかそのきっと他の講師の人もいたと思うんですけど、みんなほぼみんな私のペンライトの色を買ってじゃない つけてくださってて。ねえ、眼鏡忘れました。初日のくだり知らなかったのか。そっか、一応マネージャーさんに確認して OK が出たから話しました。 ビームにも言ってた。この子なんて幼い。いや、あの普通に忘れちゃった。いや、両手持ちでもつけてくれてたことが嬉しかったですね。イヤホンメガネ死んだ。ありがとうございますね、本当に。しかもなんか遠くから来てくれてる人もいっぱいいて。え、あのね、かきれなが拾ったのはね、私のじゃないですよ。私のじゃない、私は最初からつけてないです。私のじゃない。 けどなんか「私のじゃないです」って
言うのも違うなって思って言わなかったけど、私のじゃないよあれ。忘れちゃった。昨日の花の枯葉一番安定してたと思います、今までの中で。どうですか個人的にね。自宅保管じゃないよ。でもね、見に来てくれてた友達も言ってた、わざとつけてないのかと思ったって演出かと思ったって言われたけど、全然違うって言って2時2時のなんだね。なんか自分でも思った、あれなんか今日声出るなーって思った。よかったです。そう、友達綺麗だった？だよね。3人友達来てくれてたんですけど、1人は地元の友達で、もう2人は大学っていうか、なんていうの、大学の友達でも1人は大学から知り合った子で、もう1人はあの幼稚園から一緒の子なので、まあほぼみんな昔からの友達みたいな。大学から友達の子も、もう今日その今日一緒にご飯食べに行ったから今日お祝いしても、おめでとうおめでとう。金髪の後輩はもう無理ですよ。私のねお母さんは昨日来てないですよお母さんは今日帰ってきましたお家に。おばあちゃんもいました。あのなんていうの、おばさんがいました。おば親戚、おばとおばあちゃん。家出じゃないよ、夢の国行ってた。夢の国こんばんは。あ、そうそう、親戚の人でした。旦さん入れてありがとうございます。猫当たりました、よかったですそう、あーちゃんも夢の国でした。妹もね。嘘、埋もれてる、よかった。おばあちゃん、お土産はまだ見てないです。いや、お留守番じゃないよ、一緒に行ってたよ。です家の夢の国ね。さつきちね、大丈夫かね。こんにちは。そう、ドスコイポンジュース、感動して泣いたの。そんないいこと話してた花劇場が夢の国、めっちゃいいこと言うね。おま、そう、私はお家に一人だったんですよね。そう、お家に一人で、もう今日はね本当にまつげとこういうのしかない、やってない。何の先ね本当、あ、そう、こっちゃん泣いてた、こっちゃん泣いてたよ、びっくりだよね。いや、なんかみんな優しかった。みんなのなんか、うん、セイタさんありがとうございましたみたいなポストあるじゃないですか。あ、くしゃみそうですそう、セイタさんありがとうございましたのポストの言葉を見て泣きそうだった。あ、プレゼント届きました。めっちゃいい生誕でしたよね、よかったです、ありがとうございました。なんだっけ、何の話、
10年。でもね、結構ね、綺麗な部屋ですねってきた。最悪。ね、ありがとうございます。スピーチ聞いてくださってありがとうございます。そしてなんだっけ、まあ、生誕の話はここまでにしておいて、16周年コンサートの振り返りをしましょう。どうですか？16周年コンサート来てくださった方はどのぐらいいますか？見てくれました？亀子の花の話してんの？本当に？私のおすすめは最初から2日目と。2日目に来てほしいと言っていたんですけれども、理由が分かりましたよね。まずは1日目が、ありがとうございますね、応援してくれて。1日目が私が出たのは、私が出たのはっていうか、私が出たのは最初に「愛してラブル」出て、その後拗ねながら雨をマキコさんとやって、その後会いたかったを研究生でやって、あ違う、ダンストラックとかもやって、ダンストラックかっこよかったですよね。となんだ、バンドをやろうよとか、詩人とか、1日目って何だった？彼女になれますか？彼女になれますか？あなたの彼女になれますか？と、We are growing up でしたよね。思い出以上ね、よかったよね。こんにちは、こんばんは。そう、でもまあ、主にやっぱり出番は、その、鬼滅の、その、鬼滅ペアのやつと、研究生だけのやつですよね。拗ねながらやばかった。こんばんは。拗ねながらレイナー、生きることも嫌になってくるわ、私頬が濡れているのは。すんながら、めっちゃ難しかった。めっちゃ難しかった。めっちゃ難しかったけど、なんか、いや、ゆあにゃんすごかった、ゆあにゃんが。って、お父さんになっちゃった。てか、首が痛い。やばい。筋肉痛、絶対に。そう。なんか、なんだっけ。そのながらは難しかったです。そう、夢の階段、もういいや、夢の階段の話しよう。夢の階段ね、そうなんだよね、そうなんだよね、夢の階段ね、湧いたよね、わかる。なんかあれ、
そう、最初最初っていうか途中からなんか階段を使う演出になったから、階段っていうか段使う演出になってから、なんか最初単独みたいな感じの見え方だったと思うんで、めっちゃセンター味が強かったですよね。ね、でもなんか途中からダブルになるんですよね。私は井上瑠香さんのポジションでした。でもめっちゃ嬉しかったんですよね、普通に。もうめっちゃ嬉しかった。なんか夜中に来て、対比が来て、みゆちゃんとダブルセンターだねって言って、うわありがとうございます。そうです。しかもなんかそのみんな12期のみんなもなんかこの曲はまあ花壇っぽいよねみたいな、そうなんて言うんですか、でもなんかさ、なんとなくさ、その曲の雰囲気的にそのなんて言うんですか、私っぽくない私っぽくないっていうか、なんて言うんですかなんて言えばいいかわかんないですけど、私ハマってない、あの曲には。なんか自分で言うのもなんなんですけど、めっちゃ研究生っぽいじゃないですか私ってなんていうか、なんかめっちゃ私研究生っぽくない、なんか自分で言うのもあれだけど、ありがとうございます。お疲れ様です。こんばんは。そうだからめっちゃハマ、自分でもハマってるなって思ったし、これ実はなんですけど、あれなんですよね。リハの時にやるじゃないですか。その後に先生が倉本ちゃんの踊りを全部真似してってみんなに言ったの。やばくない？そんなこと言われたことないからめっちゃびっくりしたんだけど、もう全部合ってるからって。なんかその振りも曲の雰囲気とかテンション感とかも全部が正解だから真似してって。やばくない？やばいよね。激アツだよねそれは。すごいよね。え、13期2期になってる、どういうこと？そう、すごくない？そうなんだよ、自分でもびっくりしちゃった。ってこれずっと話したかったんだよねそう、これが一番周年で、あ、そうで、しかもそれその日にそのリハの時をね、リハしてるところを見てた先輩からもなんか「はなちゃんダンス上手になったよね」とか言われるようになって、みたいな。ありがとうございますみたいな感じでした。
激アツですよね。そうだよ、13期生の応募が始まっちゃったっていうか、始まった、もう始まったのかな、始まる13期生が入ってくるんですけど、なんか入ってくるんですけど、25歳までってさ結構だよね。25歳までって、私絶対年上の後輩を入るはずがないと思ってたんですけど、もしかしたら年上の後輩が入ってくる可能性が出てきたってことですよね。やば、しかも私って岐阜県じゃん、だからさワンチャン同級生入ってきたりする可能性もなくはないよね。とか学校の先輩だった人とかが入ってきてもなくはないですよね。なくはないよ。ねえ。あーそっか、後輩になんて呼ばれたいか、なんて呼ばれたいかな。え、これ何、なんて呼ばれたいだろうね。はなさん、友達13期受ける子はいないと思うけど、それな他のオーディション年齢で、それな、本当に思う。それ結構最近って20歳までとかがピークじゃ、多くない？入れ時戸惑い、嘘、戸惑い気味だった、好き戦略、心当たり、いや、なんかもうでもなんか私の周りはいないと思うけど、坂水木さん、あ、同級生だった、そうなんだ。12期上限違うよ、12期上限18だったんだよ。研究公演、こんばんは。本当に先輩とかは想像つかないよね。お疲れとか言うのかな。おもろい。花先輩、花先輩じゃん。でも大体3だよね。アンパン？いかないよそんなのは。行かせない。でもちょっと楽しみだな。楽しみだけど。やっぱ人見知りだからね。舐められないようにしなきゃ。舐められないようにしなきゃね。ミュウミュウたちがまだ最年少の可能性は全然ありえるってことだもんね。
なんかでも、それの何人くらいなんだろうね。でもオーディション受けるの初めての子とかいるのかな、13期の子に、入ってくる子に。でもやっぱさ、オーディション私もいっぱい受けてたからさ、あれだけどさ、ちょっと書類を工夫するだけでね、書類は通りやすくなりますよ。完全にこれはそう。そのなんか顔に特別自信があるとか、もう本当にスタイルが異次元にいいですみたいな子は別にそんなことしなくてもいいと思うけど、なんかこれはまあ受ける子は見てないかもしれないけど、受けようと思ってる子はね、見てないかもしれないけど、一応教えとく。私がやってたことは、例えば自己 PR 欄の文章のところは、の「私は」って書くところを、普通は漢字とかひらがなで書くところをカタカナであえて「私」って書いてみたり そう、なんか何をなんか。結局書類ってそのいっぱい受けるから、やっぱ適当に見られるかな、適当っていうか、そのビジュアル以外だと、そのどこかでなんか、なんでこな何って思わせることが大事かなって思うから、勝手に私が思ってるだけだけどね、勝手に思ってるだけだよ。だけどなんか文章で引き寄せるためには、やっぱちょっとなんか変わったことした方がいいかなとか思ったりして、そう、なんか他の子と違うことしなきゃなって。全部ひらがなは読みにくいからなしです。そう、頭に残る文章じゃないといけない。写真は加工絶対しない方がいいと思いますね。でも多分もうね、最近のオーディションって応募フォームで文章をこうやって文字で打つだけだから、なんて言うんですか、そう、でもやっぱ毎日毎日写真撮って一番いい状態のを送った方がいいと思います。あと何でしょうね、そう、手書きじゃないんだよね。そうだから、そうね、あとなんか自己 PR の写真はもう自己 PR の写真なんて、写真が一番大事やん、多分。写真何枚ぐらい撮っただろうね。あんま記憶いないけど。ありがとうございます。そう、加工はバレるからね。カラコンらしくして。でも、カラコン。ね、結局入ったら研究生外さなきゃいけないしね。そう、情熱伝えにくい感じがするから、どんだけ伝えれるようにする、伝えたい、ん？伝わる文章を書けるか。普通に自分で撮りましたよ。なんかその時めっちゃ足が太かったから、頑張って力入れて筋肉をギュッと、その
のぐらいのシュッと圧縮させてて圧縮させて撮りました全身写真は。自分が一番足が細く見えるスカートを履いて撮りました。12期初オーデじゃないですよ。今まで受けてきた、本当にいっぱい受けてきたけど、そのそれこそ書類落ちのやつもありますよ。でも後半の方は書類は通るようになってきて、そう許されるでしょ、加工じゃないから。頑張ってシュッと。あとなんか自己 PR の写真、なんか自由に1枚とか送れるんだったらちょっと変わった写真送ったりした方がいいと思います。私は過去にスケッチブックに文字を書いてこうやってやりながら自己 PR に書けなかった自分の PR をこうやって文字に書いてこうやって写真撮ったりしました。 SKE は12期が初めて受けました。そもそも多分私がオーディション受け始めたのが11期さんお披露目された後とかだった気がするな。とか鉢巻き巻いて写真とか送ったりしてた。ジャージに鉢巻き巻いて写真撮って送ったりしてましたね。ねえやだお腹でもいつからだろう受けてるの。でも初めて受けたオーディション、何だったかな。でももう覚えてないですけど、中学生から受けてないよ。高校3年生のいつ頃かから受け始めた気がしますね。いやでも違うかな、わかんないな。なんか初めて書類が通ったのはあれです、ニアリーイコールジョイさんのオーディションです。お笑い枠ですか。そう、ニアリーイコールジョイさんのオーディションがいつだったかあんまり覚えてなくてあれなんですけど、なんか一時期オーディション受け、そうニアジョイさん受けてて、でも2時で落ちましたね。あとなんだろう、何人受けた、もうマジ何だったかな。でもあと何ですか、新生ラストアイドルとか、ラストアイドルさんとかも受けてましたね。で2時で落ちましたね僕はおさんも受けて2時で落ちましたね。全部2時で落ちてるんですよね、書類通って、通ったのは全部。そう全部書類通っても2次審査で落ちてたから、AKB さんの18期さんは受けてないです。そう面接で落ちてました。そう本当に書類最後の方は書類だけ通って、何時審査まであるのかな。でも私が書類通ってたのは3次審査、僕はおさんめっちゃ長かったんじゃない、5次審査とかまであった気がするな。
SKE 受かったと思った実感ないですね。そんないですね。坂道グループは私5期さん受けたのかな、あんまり記憶がないんですけどね。そう、グループによって違うと思いますね。でも48グループは初めてですね。なんかメールが残ってるのが、その応募完了メールが来るんですけど、応募したら応募完了メールが来てるのが、そのニャジュイさんとかそこら辺ばっかだったので、なんて言うんですか、応募完了メールがないからでも12期受けてよかった。なんかもうやめよっかなって思ってて、でもこの人すごいと思ったメンバー、48グループでこの人すごいと思ったメンバー、それ SKE の先輩みんなすごいと思いますけど、でもこの間歌唱力で村山優里さんはすごいなって思いましたね。好きに来た、でも慣れてよかったです、 SKE に。ありがとねみんな。午前0時過ぎたて僕のリンセスダーツと、だけどやっぱりね、そのなんか自分が落ちたオーディションは自分が落ちるべくして落ちたんだなっていうのは、なんとなくその終わった後にメンバーお披露目があった後に思うんですよね。あ、この子たちだから完成してるっていう風に思うから、なんかどんどんチームがこ出来上がっていくにつれて、あ、私じゃないなって思う感じ、なんて言うんですか、何を基準に、何を基準に、何を基準にだろう。開催しますっていうのを知ったら、25歳って聞いてびっくりしました。食ってたのバレる別にいいと思いますよ、いろんなこととか受けてて落ちた子たちも同じこと思って、どうだろうね。でも私は二次審査で落ちてるから余計そうやって思うのかもしれない。なんか、あ、この子たちでしか作り出せない世界観っていうのがあるなっていうのを思うから、だから12期はしっくりきてると思います。そう、みんな受けてるよね、いろんなところ。しこりがしこりが恋というのなら、かわいい、見て落ちたグループテレビ見て
悔しいな、思ったことないですね。うん、思わない。なんだろうね、私もファンだからかな。その結局その受けたグループのファンになってるから、もっとアイドルグループ。でもニアジョイさんは本当に思う、この子たちすごいなんか応援したいって思う。なんめっちゃ上から目線になっちゃう。なんだろう、私はだから SK でよかったと思う。まずでも私 SK はね、加入前からでもジュイキさんは見てましたね。だから制服の向こうに一緒にやるとか、オープニングアクト一緒にやるとか、うわ見てた人がこんな、てか生で見える方が可愛いってなりましたね。好き、ダンス激しいですね。いやとっても思いますね、好きってダンスだなって。でもなんかいいですよ、楽しいから。なんかやっぱりそのやりがいはすごく感じますよね。なんかなんて、未完全 TV、 YouTube のは見てましたね。夢の階段センター見れてよかったです。ごめんし、本当にすごかった。やっぱすごいよね。SK オーディション何人応募してたんだろう、知らないな。つらい、つらくはないですよ。眠いけど辛くはない別に。あ、乃木坂さんのも私起きれてなくて見れてなかったです。工事中ですよね。そう、あの本当にもともとめちゃめちゃ寝る人なんですよね。だから夜遅くまでとかあんまり起きれないし、もうね、見に行く予定ないです。20年後もね。でも私はもう SKE はもう正直もうどのグループよりももうなんかなんて言うんですか、パフォーマンスがすごいって言える自信がある。先輩たちを見ていてもすごく感じる。だって他にどこのグループがあんなダンスブロックできますか。ありがとうございます。ああ確かに、いやでも SKE はすごいですから。そうです、ダンスも強みだし、なんかあの元気もらえる曲が多くないですか SKE って。だ
からすごくいいなって思いますよ。がいいよね。未来とはいいですね。儚くない声質しんな泣いちゃう曲もありますね。バラード少なめですね。そういえば私なんていうんだろう、舞台監督さん16周年コンサートのに自分をアピールしてきましたいいですね。え、違いますよ、全然褒められとかじゃないですけど、ここだけの話なんですけどって言い始めて、ここだけの話、私虫のバラード歌いますよって演劇場とは違う人です。私歌詞全部覚えてますって。ここだけの話なんですけどって言ってした、じゃあ歌えるように頑張らないとなって言われたから頑張りますって言って、でもめっちゃ良かったですよね本当に。今度配信で歌ってくださいだって。いや、なんなら今でも歌えます。もうそこだけの話。はななん歌いたいですね。やっぱでもそういうところで歌えるメンバーになるにはやっぱもうちょっと頑張らなきゃ。しかもまだ研究生ですしね。じゃあ虫バラだけ歌おうかな。虫バラ歌って終わろっかな。え、それな、めっちゃ良かったですよね、よこにゃんさんとあやさん、めっちゃすごかった。え、ちょっと水取ってきてもいいですか。水取ってきますね。取れない。取れた。入ってますよ。歌えるかな。
え、歌えるかな。わかんないな。怖くなってきた。お、来た。これはマイクで聞こえてますか？じゃあ行ってみましょう。いきますね、せーの。お、来た。俺は一人で激しい雨の中、ずぶ濡れ打たれてたかった。汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きていたらいいのだろう。問いかけても答えは傷つくことを恐れてはいない。どんなにきつい道のりも、ちっぽけなちっぽけな俺は前のめりに、ただ一匹の虫になる。あんまかも今日。あ、もうじゃあ倒す。ぬかるな泥の中、がむしゃらに這いつくばってた。綺麗なものとは汗とか涙が洗い流してくれたもの。何が真実、何が偽り、頭の中で考えても近道しちゃ答えは出ない。死んでくこと嘆いたりしない。どんなに長い永遠も、不器用な不器用な俺は振り返らず、ただのひたむきな虫になる。なんかあんま今日辛いもの食べたからかな。夜担々麺食べてきたんだよね。命の限り、うんざまでもいいさ。地べたで叫ぶ魂よ、生きること、生きること、俺はしがみつく。傷つくことを恐れてはいない。どんなにきつい道のりも、ちっぽけなちっぽけな俺は前のめりに。
た一匹の虫になる。すいません、ちょっと微妙で。あんまでしたね。だってなんか今日さ、本当に声が出ないんですよ。この間までだって私、あの、あそこ出たんですよ。ダン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 ってところ出たのに、地声で。もう出ない。ピエンだね、これは。純情がはね、いいよね。なんだっけ、でで言葉には意味なんかない、胸の奥に隠してる気持ち、いつものように微笑みでごまかす、あなたに対して不誠実だよね、本当は好きだって言ってしまいたい、でもきっと優しい目でごめんと言われるでしょう、愛の意味さえ知らないくせに。五角心拍数入ってないです。ドキドキしてるこの感情を男子と女子の間に流れる川を渡れやす、渡れもしない、片思いの純情川。でもあそこがいいよね。もし抱きしめられたら震えてしまう、キスをされたら動けなくなる、もうそれ以上前に進めない、遠くの場所から眺めるだけでいいよ、愛はまだ早いの、大人になればわかるのでしょうか、何が本当の愛なのか、ああ愛の意味さえ知らないくせに。入ってない、告白心拍数。ドキドキしてるこの感情を男子と女子の間に流れる川を渡れや、渡れもしない、渡れやしない片思いの純情川、純情を渡ってしまったら悲しみが流れてる、頬に落ちた涙よ、心は清らかで汚れなきその水、純情と呼ぶ。いいですよね、純情川、超いい、めちゃいい、本当に。ウィニングボール、なんかもうちょっと歌いたくなってきちゃったな。でも歌えるかな。声がかすれるくらい、なな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 な
初恋の振り切り入ってんじゃん。初恋よ目をもっといっぱい見せてほしいんだ、一瞬の僕の窓な。コンサートで好きな楽曲をソロで、あれですね、なんだっけ、空の青さ説明する、ってレレレレレ嫌い、ってレレ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 レ、僕らは石へと歌い続いている、君を乗せたサイドカー、タタタタタタタ。これにしよっかな、歌えるかわかんないけど。エスケープ歌えないよ私。万華鏡ね入ってないんよ。ごめんなさい、やらない。何回も通っているのに。今まで気づかなかった、こんなところに咲いていた道端の花よ。突然今日心がハートしたよ、昨日より美しく見えたんだ。いつものスニーカーも僕も変わっていないのに、そこで立ち止まったのは季節のせいなのか。恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ。ドラマティックなことなんて何も起こらなくても、君とも出会ってる、いつだってさ。本当にやばいかも、声が終わってる。知り合ったのはいつ頃か忘れてるくらい、いつも見る景色に紛れていた、近すぎる下を見落としてる。真っ白なマフラーや君の優しい微笑みがふと眩しく見えたのは、そういうタイミングか。恋愛は近かったら知らぬ間に始まってるよ、意外な展開だし深く症状はない。少しずつ少しずつ愛が形になって、その気持ちを見つけるよ、あの日からスタンバイ。
く。そうだ、本当を出会ってる世界で一番愛し合えるその誰か、何があっても心配しなくていいんだ、君は一人じゃない、恋人はそばにいる、今はまだ友達でもきっといつの日にか特別な人になるんだ、ドラマティックなことなんて何も起こらなくても、君とも出会ってる、いつだってスタンバイ。やばいね、結構喋ってると普通なんだけどな、いいですね。ああ最悪。じゃあいいや、最後、本当に最後にあれにするね、これにしよう。これはもう地声で歌わない。黄金色の夕日が半分だけ沈んでる、眺めてたら涙がハラハラと落ちた、悲しいわけじゃなく感動したの、生きるってことは素晴らしい、この胸の想いを言葉にできなくて頬に独り言、私の幸せはあなたとの出会い、大きな空の下、愛を見つけたこと、一緒にどこまでも歩いて守るのは一番星、どんな時も優しくキラキラと笑う、星が見える夜も見えない夜もいつでもそこで勇気をくれる、誰も皆心に大事な人がいて、夢を思い出す、私の幸せは
しくなる。どこかで悲しみに道ふさがれても、あなたがいるだけできっと強くなれる。そんな風に思える今の自分、驚くくらいに好きになった。この世のすべてに感謝をしている命、ありがとう。私の幸せは終わり。もう喉も痛くなってきた。明日さ、昨日センターさん行きました。ありがとうございます。おいしかった。ありがとうございます。明日さ、朝メイク配信してもいいですか？いいよって言ってください。明日服どうしよう、決まってないな。ちょっとみんながまだ知らないかもしれないんだけど、後期っていうの、後期は木曜休みなので、今日明日休みです。そう、大学が木曜休みなので明日休みなので、そう、時間割が変わりました。で、大学の後期が木曜休みなので明日は休みです。で、出かけるからメイク配信するよっていう。で、出かけるから見て、これなんかファン昨日プレゼントで届いたんだけど、めっちゃ可愛くて明日つけたいなみたいな、こんな女の子らしいやつ久しぶりだから、せっかくもらったからつけたいなと思って。見てるかわからないけど、ね、かわいいですよね。でもね、いっぱいね、新しいそのなんか
ヘアアクセが溜まってて、なんかね、親戚、昨日来てた親戚が韓国が好きでよく行ってるんですけど、そのなんか韓国のお土産でね、ヘアアクセをもらったんですよ、私が。それを紹介したいんだけど、なんかエミスってところで買ってきてくれたんですけど、なんかこういうヘアピン、ここにこうやってつけるヘアピンでしたり、可愛くないですか。これとか、この色のカチューシャも買ってきてくれて、めっちゃ可愛い。逆向きだった、やってた。これめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いじゃん。それとか、あと真っ黒のやつもくれた。ここにこうやってつけるやつ、可愛いやつくれたり、あと昨日ファンの子がヘアアクセくれたり、これも、あとこれもその親戚がくれました。ちょっと待って、これ逆向きだった。だから何かしらヘアアクセをつけたいなっていう気持ちなんだよね。ヘアアクセがいっぱいあるから。ちなみにお洋服とかも、なんか串とかも届きました、昨日。ありがとうございます、プレゼント。なんかいつも使ってる香水をさ、その劇場に置いてきちゃったからさ、マジで。でも今ロッカーに入ってるはずなんだけど、ロッカー取りに行こう。そう、明日お出かけ、どうしよう、マジで服決まってない。見て、見て、あ、いた。そう、何つけようね、本当に。何着ようって思ってさ、私が今、でもね、寒いか分かんないんだよね、明日。明日寒いですか。暑かったら嫌なんだけどね。暑いかな、そっか。なんかね、違うの、私が着たいのが、これジャケット、ジャケット着たいんですよね、可愛くて。でも絶対暑いじゃん、こんなの絶対暑い。もうどうしようね、暑いよね、わかる。それな、なんかこれセットアップなの、なんかジャケットに、なんか茶色、同じ茶色のスカート、レザーの。もう何着よう、わかんないし、何着ればいいか。明日半袖、長袖。でも今日これ、今日の格好は、で、
そうダーリッチ、ジャージ、足マジ痩せた、ね、ズボンが落ちてくる、これはね今日暑くなかったんですよね。なんで足上げるの、どういうこと、ファンついてるのやばい、ファンこの中にでしょ、カーディガン、あーでも昨日ファンの人が送ってくれて可愛かったな、でも暑いかな、わかんないんだけどね、空調服持ってますよ私、でも昨日届いたやつ、かわいい、暑いかな、まだ暑い、空調服は私バイトで使ってたから昔バイトで使ってたからですよ、バイク、これにする、暑いかな、わかんないんだよね、なんかその暑さ加減とか本当にわかんないんです、かっけーですか、ありがとうございます、時間ないから投げ逃げ目、お、ありがとうございます、あの着ないっていうか持ってないんだよね、今日と一緒ぐらいか、え、でもまだいける、ワンちゃん、ミニ履けばいける、くるくるしてる、どうですか、やっぱこれにする、どうしよう、でも何か明日買い物だから。洋服のだから試着しやすいものの方がいいかなとも思ったりするんだけど、だからワンピースは微妙かなとも思ったりするんだよね、でもワンピースも可愛いんだよなとも思ったり、なんかそれこそ誕生日の日に着てたワンピースめっちゃ可愛くて、誕生日の投稿の写真のワンピースめっちゃ可愛いんですけど、そうそうなの、脱ぎ着しやすい服の方がいいかなって個人的に思ってて、まあいいや明日の朝決めよう、こんなんだったら何の時間だったんだって話ですけど、すいません、明日の朝決めます、それでは皆さん今から壇上を読みたいと思います、険しい表情ですね、最近まつげね、タバカンやるのやめたんですよね、果たしてこれは色ついてるんですかね、重ね塗ったらつくのかな、これ色ついてる、あ、ついてますね、明日からコンシオ、
それでは13位から読んでいこうと思います。13位月光ありがとう。12位シュンアットマーク花組ありがとう。11位わたわたわたアットマークわたわたありがとう。10位コージありがとう。9位ヨッシーありがとう。8位オレンジルートありがとう。7位クロミくんありがとう。6位ロトジルと頭があらなん大好きだよありがとう。ちょっと声がやばくなってきたね。5位ミノッチ頭く花組だよありがとう。4位台湾祈りありがとう。3位ポンセの頭く花組ありがとう。2位花頭く花組ありがとう。1位タケありがとう。そして87位はルルルルルコージーですか。ありがとうございました。あ、そういえばバブルでなんか毎日歌歌ってたじゃないですか。あれなんで急にやめたかっていうと、あのちょっと NG 出ました。ということでじゃあ終わりたいと思います。みんなバイバイ、また明日の朝10時くらいからやろうと思います。10時くらいからやります。じゃあね、朝の10時ね。バイバーイ、おやすみなさーい。バイバーイ、バイバーイ。